平炉とは、左右対称に蓄熱室がある一種の反射炉で低く、平らな形なのでこう呼ばれる。あるいは発明者のシーメンズとマルタンの名を取って、シーメンズマルタン炉とも呼ばれる。主に鉄の精錬に用いられる。蓄熱炉とも呼ばれるが、蓄熱室を蓄熱炉と呼ぶこともあるため注意を要する。かつては、天炉と並ぶ二大成功法で、一般的に天炉公より、 良質な鋼を得られたため、20世紀の中頃までは、日本やアメリカソ連などでは、主流の精錬方法だったが、戦後、平路港と同質あるいはそれ以上の鋼を作れる、純酸素状吹き天炉が発明、普及したことで圧迫され、前時その地位が低下し、日本の場合は、昭和38年に、天炉港と平路港の生産量が逆転して、現在は、 ヘイロ港は日本で製造されなくなり、世界的にも東欧などで生産が見られるだけである。シーメンス兄弟によるヘイロの設計図1856年に、カール・ウィルヘルム・シーメンスとフレデリック・シーメンスの、シーメンス兄弟によりロの構造が発明され、ピエール・マルタンとエミール・マルタンのマルタン不死により、成功法が確立したことから、ヘイロによる成功法は、シーメンス・マルタン法と呼ばれている。 成功法としては、シーメンス兄弟は先鉄を、マルタンフ氏は先鉄に、多量のクズ鉄を加えたものを原料として用いているだけであり、相違はほとんどない。平路は左右対称に蓄熱室があり、炉体は鉄柱や鉄側で覆われ、内部に耐熱レンガが貼られる。この使用耐火物によって、 酸性と塩基性に分けられ、酸性ヘイロは生鮮された原料により高級鉱を作れるが、コストが高くなるので早いうちから塩基性が主流となり、一足先に衰退している。ヘイロ成功の原料は、先鉄とくず鉄で、これに、石灰石と鉄鉱石などを加えて炉に、相入りし、蓄熱室で予熱された空気と燃料ガス、または重油が吹き込まれて、 高熱の炎で原料を溶かし、排気がもう一方の蓄熱室を予熱し、約10から15分おきに空気の流れを切り替え、今度はこちらの蓄熱室の予熱を使って加熱を繰り返す。精錬所要時間は本来は6時間から10時間程度だが、1960年代には酸素を吹き込んで、 精錬時間を短縮する方法も行われており、4から5時間程度の精錬も行われていた。炉内では溶けた、洗鉄中の炭素と炉内の熱風や、鉄鉱石の酸素が反応して一酸化炭素を生じ、これと石灰石の熱分解で沸騰を起こす。また鉄鉱石は、マンガン、ケイ素、リン、硫黄などを酸化し、生じた酸化物は、 石灰石と共に交際となって取り除かれ、鋼が所定の炭素量になったら、最後に余分な酸素を抜くため少量の鉄、シリコン合金やアルミニウムを脱酸剤として加えて、所定品質の鋼にする。炉の大きさは1回のデコー量で示し、普通150から200トンぐらいだったが、最終的に500トンぐらいのものも作られていた。 ABCDE 小学館編、世界現職百科辞典7に、マヒく、ホタ小学館、昭和41年、P535 から536、平露。小学館編、世界現職百科辞典7に、マヒく、ホタ小学館、昭和41年、P536、平露校。現職現代科学大辞典9科学。 第3章金属生活を支える物質愛、神保元寺、山田圭一、堀内亮、株式会社学習研究者、1968年、P67。LD 天炉は、精錬が平炉より早くできるだけではなく、原料の大部分が先鉄なのでどう、鈴などのスクラップ起源の不純物が入りにくく、酸素を吹き込むだけで、燃料重油を用いないので用が混入しない。 旧式天炉もこれらは同じだったが空気をそこから吹き込むので鋼に窒素が混じる欠点があった。小学館編、世界原色百科辞典6地から、二尾小学館、昭和41年、P329、天炉公。原色現代科学大辞典旧科学、第三章金属生活を支える物質愛、神保元寺、山田慶一、堀内亮。 株式会社学習研究者1968年 P66 ありがとうございます。